小栗光平は、日本の映画監督。1945年10月29日、群馬県前橋市で生まれる。前橋高等学校を卒業後、早稲田大学第二文学部に入学。卒業後、まずはピンク映画の世界に飛び込んだが、ほどなく裏山切りの下に弟子入りする。その後、フリーの女監督として、山本道を大林信彦。 篠田雅宏らの助監督を務めた。この間、1973年に特撮テレビドラマ、流星人間ゾーンで監督を務めている。1981年1月に宮本明原作による諸女作、泥の川を発表。キネマ旬報ベスト10第1位に選出され、第5回日本アカデミー賞で最優秀監督賞を受賞した。 国外でもモスクワ国際映画祭で銀賞を受賞し、第54回アカデミー賞では外国語映画賞にノミネートされた。1984年11月には理解性原作の時ゴのためにを発表。フランスのジョルジュ・サドゥール賞を日本人として初めて受賞した。1990年4月、島尾シ夫原作の死のトゲを発表。島尾は 大島なぎさや篠田などからの映画化の依頼を固くなり、拒否していたが、泥の皮を称賛し、小栗には映画化を認めた。同年5月の第43回カンヌ国際映画祭では、同映画祭ディレクターのジル・ジャコブの推薦により、コンペティション部門に出品され、審査員グランプリと国際映画批評家連盟賞を受賞した。同作を含む3作はいずれも1950年代を、 舞台としており、戦後生まれの小栗が、日本人と私を問い続けた、戦後三部作と位置づけられている。1996年2月、初のオリジナル脚本による、眠る男を発表。同作は、第47回ベルリン国際映画祭で、芸術映画連盟賞を、第20回モントリオール世界映画祭では審査員、特別大賞を受賞した。2005年6月、 埋もれ着を発表。同年5月に第58回カンヌ国際映画祭の監督週間部門で上映された。2015年10年ぶりの作品となる藤田が公開された。2005年12月号よりグラフ分化し、風の旅人に見ようとする意志連載中。ありがとうございます。